この春、警察学校に入校した新人警察官らを対象に、県警の野本康幸本部長が、今日警察官が身につける手錠や拳銃などの装備品の点検を行いました。装備品の点検は、今日和歌山市木の下の県警察学校で行われ、この春、警察学校に入校した初任課生43人と、 去年入校し警察署で実践を積んだ後再度警察学校に入校している2年目の警察官33人が参加しました装備品の点検は警察官としてふさわしい態度であるかまた職務を行う上で不備がないかを確認するため通常警察署などで行われています今回入校生に士気を高めてもらおうと野本康之本部長が行ったもので 本部長が入校生に対し点検を行うのは初めてです。点検では野本本部長が警察官の服装や姿勢に乱れがないか、また手錠や拳銃、警笛などの装備品に不備がないかなどを確認していきました。また、今日は逮捕術訓練も行われ、刃物を持った犯人を警棒や盾を使って制圧するなど、日頃の訓練の成果が披露されました。 点検の後、野本本部長は、高い意識を保ったまま今後も警察学校での教養訓練に臨み来るべき第一声への配置に備えさまざまな能力を高め続けてほしいと訓示しました。